人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。諦めんね一人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。もうどうしよう。後藤一発、毎日が冗談じゃねえ、始まりました。今日から、100日間命と引き換えに、YouTube をがっつりやっていこうかなって思ってます。これからも、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、100日ね、これからやっていくわけだけど、そうなると人間の体とか人間のこのメンタルな部分とかってどうやって変わっていくのかっていうのを毎日毎日更新していこうと思ってます。この冗談じゃねえでは、まず100日間酒飲みません。はい。うん。酒毎日飲んでたやつが100日間やめたらどうなんのみたいなのをまず一つやりたい。あともう一つは、毎日、一食にして、まあそれが、その一食が野菜だったり、うん。蕎麦だったりで、過ごすと、100日後にはどうなるのかっていうのをやりたい。今日は、まあ、初日だからね。まあみんなも一緒に100日やれるんだったらやってこうぜっていう話ですね。うん。あとまあ筋トレ、水泳、うん。それも100日、あ、100日じゃないか。それ運動っていうのはまあ毎日。そっか、このローラーとかね。このローラーとか。まあどれかしら、うん。運動は100日続けてったら、もう腹筋とかバキバキになっちゃうのかよっていう。そこもやりたい。そこも伝えていきたい。プラス、俺が今までやってた暴力団のこととかをちょっと話したい。やっぱ20代にやってた、命と引き換えにかっ飛ばしてたものはやっぱり眩しいんですよ。それをちょっとその眩しかったことをちょっと何個かに分けてやっていてえかなって思ってます。あとそうだな、まあ毎日が本番の時からやってたような、まあみんなの有益になるような、利益になるようなつながる話ができたらいいと思ってます。それでは100日話していくんですが、今日はねもう単純にっすね、まあ今日俺子供と一緒にプール行ってたんですけど、お金の話、うん、金と時間みたいな、うん、そんな話ができたらいいかなと思ってます。まあプール1ヶ月6000円で、親子プールっていうね、習い事やってるんだけど、それは週3回、木曜、土曜、日曜、マックスで3回の4週で12回、うん、6000円の月謝で12回行けると。そうなると、1回が500円。うん、1回、スイミング、親子スイミングやるのが500円。で、それ、親子スイミングで子供の月謝と見せかけて、親子月謝なんで、自分もできるんですね。2歳、3歳クラスみたいな。の子供が1人と親。親子スイミング。これで6000円なんですよ。だから12回、このセット、ワンペアが12回いけると。うん、で、マックス12回いけて、1回単価500円。ってことはですよ、子供250円、自分250円。超お得じゃね、これ。うん。で、スイミングを、まあ、するだけだったら、まあ、楽しくない。やっぱり、その、6000円に対して、上回りたいんだよね。やっぱりみんなって、お金とか時間とか使ってると、その6000円っていう価値に対して、その価値を超えたい。超えた時に、やっててよかった、みたいな。やっぱ最高、みたいな。思う。だけど、そのクオリティが、クオリティというか6000円を下回っちゃう。なんか、うん。そういう時って、ああ、やっぱ意味ねえなって思っちゃう。だから、絶対に、そのクオリティは超えてこって。自分が投資した、払った、お金っていうものの最大限を引き出してこうぜっていう。だから、俺とかその、まあ、もうディズニーランド行った状態と同じなんですよ。まあ、どこでも。コンビニでも。ディズニーランド行って、ジャングルクルーズ乗って、あ、水だとか、ね、隠れたりさ、あ、揺れてきたとかで、おぉ、おぉとか、もう、楽しみたい。もう、ディズニーランド行ったら楽しみたい。それと一緒だ。プール行っても楽しみたい。その、モチベーション、バイブスで向かわないと、
その価値っていうのは分からん。だから俺最高の状態でいつもこの価値にぶつかりに行くの。プールね、あの端から2歳3歳の子が10人ぐらいいたかな。そしたら何々くーんって言ったらはーいって大きな声で言えるかっていうのを端からやってくるの。だからもう初めの子ケンタくんとか言った瞬間に、ね、おーみたいな、もう全然おめでとう、すげーな、やるねみたいな。もう次サキちゃん、ふー、もうはーいとか言ったらもうふー、大きい、すごいじゃん。もうそうですよ。そうやってどん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 楽しんでってモチベーション上げていくっていうか、うん、ここをね。では自分ちのね娘とかなんかはもう一番大きくいけよお前、マジで見してやれよお前、冗談じゃねえぞみたいな、って言うとっていうか、まあうちのやつとかは分かってるんで、後藤新井ちゃん、ヘイ、マジやばいマジやばいマジやばい。そうだ、そうやってどんどん楽しんでいく人生、そう、何でもそう。だからプールの親子プールっていうのは、あのバレエ教室習わせる、ピアノ教室習わせるよりも親が参加できちゃうっていうマニアックなところがあるから、親子系、まあ他にもあるのかもしれないけど、それはマジでいい、ナイスな投資、ぶっちゃけ正解、当たり、うん、何でもだ。そう、何がいいのか分かんないけど、まあ絶対いいから、それは言いたかった。まあそうだな、そうだな、あとあれだ、あとあれだな、今日河内屋ってさ、スーパー、業務用スーパー、仕込みで並んでたんだけど、その時にもうやっぱお金とか時間とか価値、もう全部だよ、全部頭回してくよ、いくよ。あ、そう、俺が言うことを紙に書いたり、ペンでね、紙に書いたりするとマジ強くなるから、これは言っとく。前回の毎日が本番でも言ってたんだけど、紙とペンあるとまあ便利。いくよ。じゃあ河内屋の話なんだけど、河内屋に俺豆腐買いに行かなきゃいけなかったの。豆腐って3、40円なんだよね。うん。で、まあバイクで行って止めて、ベーって行って、で豆腐持って、そしたら、レジが第1レーン、第2レーン、第3レーン。で、第3レーンは閉まってた。で、第1レーン、第2レーン、超並んでんの。うわぁ、つって、レジのやつ、第1レーンと第2レーン見て、あいつかぁ。で、第2レーン、あいつ早いんだよな、つって。じゃあ、第2レーンに並ぼうかなって思うでしょ、みんな。そこが二流なんだよ。第3レーンを開ける。すいません。あのね、大きな声では言わない。あのね、商品を積んでる人とかがいるんだよ。レジじゃなくて。そういう人のところに、すいません。ちょっとあそこのレジ開けてもらっていいですか？って言う。それで開けない人いないから。絶対いない。なんでかはそれ、ちょっと後で話したんだよ。まあ、そうすると、まあ開けてくれるの。そうしたら、第1レーン、第2レーン、まあ、第3レーンがあった場合は、第2レーンの、あ、そちらのお客様からってことで、で、俺は2番目ぐらいにエントリーできる。だけど、第1レーン10人、第2レーン8人とか並んでて、で、それを待ってたら10分とかかかる。15分とか。1人1分かかるかもしれない。それじゃなくて、第3レーンを開ける。豆腐1個、30円 ?60 円って言ったけど、それを買うだけだよ。けど、15分待つ？バカでしょ。それだったら、100円で、売ってるけど1分で買えるところで買うわ。だけどそれもね、ダサいよ。だから全部をニャ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 ってやっていくと、第3レーンを開けるっていうのが一番早くて一番賢い。そうだけど、これって河内屋楽しもうって思って行ってたらできるんだ。だけど何にも考えないで、はい、あそこのスーパー行こうとか思ってたらダメ。だから価値に対してマジマックスで行けってことなんだよ。そこが冗談じゃねえよ、本当に。わかる？あ、そう。それで、なんで第3レーン、第1レーン、第2レーン、第3レーン、レジね、第3レーンを開けてって言った時に、開けないか。開けない奴がいないっつ。絶対開けるんだ、第3レーン。それには理由があって、その、河内屋っていう店の中で、お客さんに買い物してもらってなんぼなんですよ。もしも、俺が、第3レーン開けてくださいっつ。開けません。いや、無理っす。つって言って、俺が、じゃあいいよつって、この30円豆腐買わねえ、めんどくせえ、並ぶの嫌だからって置いてったら、その店損なんですよ、30円だ。もうねえ、カゴに入れてるものって買うものじゃん。これがいっぱいあるんだったら、どれだけ早く買わせて袋入れて帰らせるか、
そこなんですよ。それを分かってると思うんで、みんな。それを分かってないと、マジダメ。だからもう、買うって契約してんの、もう決めてんだ。これこっから万引きするやついないよ。だったら、1秒でも早く売って帰らせる。だから、第3レーンは絶対開くんです。だから、その時ね、まあ、おーとか、でっかい声で言うとかしなくていいから。うん。ちっちゃい声で、ちょっとお腹痛い振りでもいい。すいません、ちょっと、第3レーン、ちょっと開けてくんね、開けてくんね。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。これでいい。絶対開くから。絶対開くから。そういうこと。そうだね。それってやばくない？第3レーン知らなかったの。幻の第3レーン。これはね、覚えとけ。な。行くな。はい。後藤一発。毎日が冗談じゃねえ。ちょっとゆっくり言わないとまだね、慣れてないんだよね。で、最後に冗談じゃねえでは、精神年齢対象3歳だから、この番組。行くぜ。玄骨山のたぬきさん、ちょっと早いバージョンで行くぞ。おい、みんな行くぞ。行くぞ。せーの、玄骨山のたぬきさん、おっぱい飲んでねえねえして、抱っこして、おんぶして、また明日。後藤一発。毎日が冗談じゃねえ。